あなたが例の許嫁かしら。はい、ゆずきと申します。今尋常小学校の何年生？あ、尋常14？ 嘘、とても見えないわ。だいたいこんな肩上げした着物を着てる大人なんていないわよ。いつかっていつ？来年にはあなたより大きくなってみせますから。あら、すごいすごい。12歳の私より小さくて肩上げの取れない人を敬うなんてできませんわ。12歳。くの根も手もしん。タマコさんはこちらのお部屋をお使いください。いやよ、ここは狭いもの。くだらない。そういう子供っぽいことなさるのやめてくださる？タマコ。どうしました、タマコさん？別に、ちょっとご不浄に。知らないから一緒に来て。落ちた。これはどういうことだ？よーく混ぜてくださいね。はい、ゆず姉様。あー、心配だわ。アマンドマカロンちゃんと作れるかしら？できたー。おいしい。何見てますの？タマヒコ様にも召し上がっていただいては。あげませんわ。乙女のひとときを邪魔しないでくださる？ね、こうなってしまいます。モフモフなところも可愛いです。ふわふわのモフモフ。髪質もいい。タマヒコ兄様、乙女の部屋を覗くのは罪ですわ。罪です。すまない、本当にすまない。あら先生、まだいらしたの？お帰りはこちらですわよ。べー、私お医者様になろうと思いまして。それでお医者様になったら御曹司と結婚して私の病院作ってもらおう。あと別荘もね。どうですかこの計画？荷造りはできたのか？ええ。なんです？ありがとう。はあ、怖い。いや、おー、ほら、ユズの看病してくれたろ。別に兄様に感謝される筋合いはございません。タマコなら大丈夫、きっと立派な医者になるよ。何をしているんだ僕は。そうそう兄様、今度は面と向かってタマコをお撫でくださいませ。寝てる時にするのは感心しませんわよ。なん、お前起きて。両国橋行き発車します。ごめんよタマコ。兄様、もう気の済むまでお撫でなさい。ありがとう。ゆず姉様とのお戻りをタマコ待ってますからね。また手をつなぐのかい？弱虫な兄様はタマコが引っ張って差し上げます。もう大丈夫だって。ダメ。吉原の方、二人の世界で楽しそうですこと。乙女の内緒話中なんだけど。私だってゆず姉様と内緒話したいですわ。
未熟、無情、されど美しい